分かってしまったのだろう、源一郎殿。おう、セキロか。これは。ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。は。おう、確かにな。セキロ。やはりお主には一切りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。しかと。セキロよ、お主ならば天狗殿。わしはもう少しここで涼んでいく。行け、セキロよ。行け。
さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかね。どこへだ？金剛山の千宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。気な臭くなってきたからよ。ちっと野暮用を済ませておきてえのさ。そろそろ店じまいだぜ。おめえ知ってるか？この芦名の城にはな、外からのネズミがわんさと来てら。そういったネズミをよ、バッタバッタと切り。天狗の先方寺でちと野暮用を済ませてくら。おめえも達者でな。おめえもこの寺に来てたのか。お前は？へっ、野暮用って言っただろ。ここで何をしている？あっちの方、向こう岸まで渡りてんだが、往生しててな。対岸に渡る術は？忍び凧を使いや渡れるな。だがずっとタコを揚げておくにはコツがいる。タコ揚げの素人には荷が重いってもんだ。そうか。崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる、そんな芸当ができりゃいいが、袖の下は通じねえとよ。まったく当てが外れたぜ。あっちの方、向こう岸まで渡りてんだがな、崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる、そんな芸当ができりゃいいが、まったくどうにか野暮用を済ませてんだがな。
て。蛇垣はの二つあるぞい。一つは生垣、一つは干し垣。あっちじゃ。生垣はあっちじゃ。崖越えて穴くぐり、生垣もいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米、おちの巫女様のお米じゃぞい。蛇垣は生。猿が三匹、一つはカラカ。そなたも
この元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。いるのですね。不思議り、確かにもらい受けた。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。
巡り合わせとは、異なものですね。私は、オチの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの流因を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかはわかりません。なれど流因が、人の生き方を歪める。それを憎むのは、私も同じ。巫女の忍びよ、私も、あなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。受け取れ。それは？お主に渡してくれと頼まれた。ありがとうございます。受け取ります。どうした？私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。そなた、なぜ戻られた？使命など決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。そなた、使命。
狼殿。狼ほんの眉間。狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、千宝寺の越の巫女より授かりました。越の巫女。千宝寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。行くか、狼よ。はっ。プレイステーション。